皆さん、こんにちは、こんばんは。どうも、コロコロカーくんです。イエーイ、ゲームマザチンデッドマンでーす。今日はですね、はい、僕の大好きなエクストラウィン対決してみたいと思うんですけども、出たね。こちらのカードは間違えたそれ地獄門出すぎーぞ、今のは。はい、そうですね、これ第2弾に収録されているポポピパ、はい、ちょっと言いづらい、ポポピパというカードです。どうすると勝てるんですか？はい、こいつはマナゾーン、墓地、手札、バトルゾーン4カ所、墓地、手札、バトルゾーンに4枚、1枚ずつ揃える。1枚ずつ揃えてで、自分のターンを迎えると勝ち、それだけで勝ち。相手のシールド1枚割らなくても勝ちという。割らなくても勝てると。エクストラ、なんかね、彼もエクストラビーン好きだって。大好きなんで、ちょっと興奮しちゃいますね。このポポピパを僕のデッキにも使えますし、うん、そう、そしてこれがドドンコロコロ兄貴11月発売の、はい、それに乗ってる開発部シャバ金星、はいはい、スーパーポポピパデッキ持ってきました。スーパーポポピパデッキと、うん、普通の僕のポポピパデッキそうで対決したいと思います。波ポポピパデッキだ。波これ、これスーパーです。スーパーすぎてね、僕も回すのが大変。じゃあ早速、ね、ウィザーズ開発部シャバという人間がいるんですけど、すごいね、すごいデッキを10人デュエルで、ね、優勝した方ですよ、ね、で一番のデッキも元々はそう、ね、シャバさんが考えたデッキなんです。すごいです、このデッキすごい。楽しみだな。じゃあ挑戦現在あります。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、これでしょ。新たなじゃんけんということで、ポポピパどっちが先に揃えることができるのか、いくぞ、ポポピパチャレンジ出ます、スタート。ドドドドドーン、うぃー、手札はあんま良くないね。じゃあ、僕もあんま良くない気がするな。チャージしてエンドです。まあでも、あ、急に良くなった。1枚だ、取れちゃうマップ。5枚見て1枚加えます。ジャスミン、あ、ジャスミンいいね。まあそこはジャーベルにしようかな。ジャーベル加えてたエンドです。了解です。はい、これ自然ポポピパデッキなんでね、自然のカードでグッブンブン回します。お、何もしてこない。ドドチャージしてたエンド。今ストロー、チャージして3マナ、はい、サイバーチューンで3枚引いて、そう、水と闇と光デッキなんですね。そうです、そうです。こっちはね、水光闇、こっちは自然がメインです。2枚破壊、いろんなポポピパがあるね。2枚墓地に送る、はい、はい、エンドです。まだポポピパは送らない。送らないです。す、送らないというか、まだ来てない。まだ来てない。まあそうね。じゃあ3マナタップ、天心寄せ、おちゃっぴー、はい、墓地からマナに1枚置きます。スターエンド、オーケー、順調、いくぜ、ザ順調、ドロー、来ました、1枚目、来た、マナゾーンに、まずマナゾーンに置きましたよ。ドドン、あと墓地とバトルゾーン手札。そうです、はい、3マナ使って、召喚、ザビバレル、手札破壊クリーチャー、破壊するぞ、はい、俺がそんな、そんな、じゃあさすがに1枚いらないんで、はい、来ました、エンドです。はい、どうします、ドロー、お、こっちも来ました、1枚目マナチャージ、来たー。これでまずイーブン、イーブンですね。これでまずイーブン。いや、5マナでリュウハマリニャン、はい、ドラグナーです。ドラグ超次元ゾーンからコスト3以下のドラグハートを呼び出します。はい、エウルブッカタイド、自然のクリーチャーのコストの召喚コスト減らすやつですね。いきます、はい、ドッドッドッドロー。これ割合順調なんだよな。ポーポー引き出して1枚、1枚は引きたい。チャージして5マナ、はい、バキュームクロー、うわ、なんかやらしいクリーチャー使ってますね。エンドです。じゃあ沈めかけて2台で誘拐、ババン、これで僕のクリーチャーの召喚コスト2減るようになりました。はい、くー、いいね。お、いいけど、これどうしようかな。1枚マナに埋めたい、埋めるか。1マナ、1マナ、ジャーベル、自然のマナゾーンが、自然のマナが4枚で割ると4枚見て1枚加えます。引かれちゃった、バロン小山、おお、そしてそしてここはでもバロンゴヤマ次のターンでいい気がするので4マナ、リュウハサです。これもドラグナーです。すごいいっぱい並んできた。またボアロアクス装備、ボアロアクス装備した時にマナから自然の4以下のやつが出ます。あ、5以下、ごめん、5以下、じゃプロメテウス出します。これ出た時に2マナ、2マナ置いて、あ、来た、2枚目、これ回収、これ回収、ね、回収しとくか、回収、はい、じゃあターンエンド、 OK です。じゃあ8、11、これ20以上あるとね、これも流回します。さらにドドーン、ボアロパゴス、合計コストが20以上ある。 OK です、どうぞ。で、バキュームクローラーを回収して、はい、バキュームクローラーはターン開始時に手札に戻る代わりに、自分のクリーチャー手札に戻す代わりに、まあね、これザビオレの戻すんです。ザビオレじゃなくていい、じゃなくていい、いいです。なるほど。で、ドロー、ドローよ、しなるほど、な、考えがあるようだな。しかしこっちはもうポポピパすでに結構見てますからね。1、2、3、
123、こっちもクリーチャーむちゃくちゃ並ぶんで、このデッキもうね、シャバデッキすごいんですよ。4きっかいな動きをする。5、はい、バキムクローエンド進まん。じゃあ行くぞ。でもね、もう遅い、もう遅いぞ。このターンで決まるかな、このターンで決まるかな。3マナーをタップ、ゴーヤマこうしてこうしてこうまでいけるから、これで実はいけるのでは。嘘、3マナーをタップ、これいけそうだな。3マナーをタップ、バロンゴーヤマ、はい、召喚した時マナゾーン、山札からマナゾーンに1枚カード置きます。はい、アラゴト結びはマナに置き、これマナミスっちゃったな、まあいっか。で、その後マナから1枚墓地に置いて、ワイルドベジーズをマナから出します。はい、じゃあアラゴト結びを出します。ほい、アラゴト結びのこれバロンゴーヤマ回収、はい、でマナ加速、おーい、これでさらに3マナをタップ、もう一丁バロンゴーヤマあるな。バロンゴーヤマでコボッパをマナにゾーンに置く、そしてバロンゴーヤマの能力、コボッパを墓地に送る。はい、あ、これで揃えました。2箇所来ましたね。2箇所来たね。でさらにバロパコスの能力、忘れた、バロパコスの能力で、ジャーベル出します。はい、4枚見てクリチャーを1体加える。あ、3枚目来た、大変だ。次のターン決まるぞ。これいきますよ。はい、ドロー、あ、バキムクローラー戻します。戻します、はい。で、ワンドローして、はい、さらにドローします。ちょっとね、これ難しい、1個間違えちゃった今。バロン、先にバロンゴーヤマじゃなかったな。まあ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 、まあいいっしょ、まだ余裕っしょ。2マナ、2マナ、もうコニーがジェニー、はい、破壊して1枚真ん中、あー、はーい、2枚墓地はダメなんだ。1,2,3,4,5 マナを使って、はい、僕も2枚目の、あー、バトルゾーンとマナ、ふぅ、でこっち墓地にこれなんとかしないといけないね。エンドです。なにー、こしゃくなり、こしゃくなりよ。しかしこれぐらいで合ってる俺ではないのだ。先にこれか、じゃあ1マナをタップ、カツミスジャスミン出します、はい、で破壊してマナ加速す、お、いいね。ボールパコスの能力、召喚した時にマナからコストを5以下の自然のクリーチャー出ます、うん、これを3マッドをおちゃっぴの上に進化。3マッドはバトルゾーンのクリーチャー4体以上全然いる ね、はい、あと1体選んでマナに送れます。はい、送ってください。が、ここがあえて自分の3マッドを送る。おお、自分の3マッドを送ります。そして1マナをタップ、クリクリイガラーズ、うん、これ出た時に自分の墓地から、あ、まあ、マナゾーンからカード1枚手札に回収することができます。はい、ジャーベルを手札に加えます。さらにボアロパコスの能力でオチャッピーを、すごい、めちゃくちゃ回ってる、マナからバトルズ出します。そしてオチャッピーの能力で墓地から1枚マナにセット。はい今現状ポポフィファはマナに2枚、マナ2枚、墓地1枚って感じですね。墓地1枚ですね。で1マナ、さらにどんどんいくぞ。ででん、行き生ジャーベル、ジャーベルで1,2,3,4、まあ、これは何でもいい、オチャッピー。さらにジャーベル召喚した時ボアロパコスでこれをおちゃっぴ、じゃ、おちゃっぴのように3マナ進化、はい、アラゴト結びをマナに戻します。了解です。さらに3マナアラゴト結び召喚、クリクリガラーズを手札に戻してマナ加速、1マナをタップ、クリクリガラーズ効果で戻します。はい、でジャスミン出してマナ加速、3マナをタップ、もう一発召喚、召喚ターンエンド。手札には今あるかな、あるかないか分かんない、ね、あるかないかな、了解ですよ、ね、あるかないか、覚えてるかな、あれ、ちょ、もう分かんなくなってきた覚えてるかな、これクリーチャーこのターンに何体召喚したの俺、すごい出したぞ。しかしこのポポイッパー今バトルゾーン1枚、マナゾーン1枚、墓地に1枚わけですね、了解です。さあドロー、さあ決まるか。まずこのマナと墓地をぐるぐるして3マナ、3マナ、コアカーの使い、はい、3枚、あのデッキ手札界せこいね、手札界せこいな、あのデッキで。よし、そして1,2,2,3,4,5マナ、5マナ、ほう、エメラルド、おお、で戻すのが先、戻して埋める、して埋める、はい、エンドです。エンド、お、いいですか、エンドです、いいですか、どうなります、ポポイッパの能力、自分のターンの初めに自分のポポイッパがバトルゾーン、はい、マナゾーン、マジか、墓地、そして手札すごい、手札にいれば揃うんだ、それで勝ち、すげー、勝ちました、揃うもんですね、無音の勝利、他のデッキすごいっすよ。いやもう
場ぐちゃぐちゃですもうこれを使いこなせるデッキコマンさんすごいっすわ。ちょ1個間違えちゃって言ったんだけど、でもすごいでしょ、揃えますこのデッキは。本当に揃う、まあ、夢じゃないです、このデッキを使えば。僕もこういうデッキ使いこなせるようになりたいっすわ。もうね大変だ、頭がそうって今パックさん。僕も一応今2枚まで行きましたけどね。確かに確かに、あとボスと手札にあればいいと。よかったんだけどな、はい、というチラッと見てもあれ1枚シールド、1枚シールドだったのか1枚シールド、はいはい、ね、ありますね、まあ、エメラルドが拾えばね、はい、ということでね、こういう無茶苦茶なデッキも載ってるコロコロ兄貴、はい、11月15日発売第7号、このデッキすごいです。このね、回し方もそのために書いてあるんでもう母上がっちゃって紹介できなくて、説明できなくなっちゃったけどいやもう本当楽しいんで、いや楽しい、このデッキすごいです。はい、練習してみてください。それでは皆さん、はい、バイバイ。4枚揃った。はい、というわけでこの動画面白かったよーって人はコロコロチャンネル登録してくださいね。登録してくれ。登録するといいこといっぱいありますよー。見放題見放題見放題、いいですねー。